番組の最後は名古屋市の中心にあるホテルミラージュ。どのお部屋も雰囲気が個性的で居心地のいい癒し空間を演出。お一人でもご利用可能で、満喫した時間を有意義に過ごせるのが特徴です。続いては802、これはこちらプールがちょっとあるお部屋です。プールこれ でミラージュの中でもプールがあるお部屋、小さい方のプールです。はい、これで小さい、ここで小さいプール、大きいは今改装中。そうです、ちっちゃいプールじゃ、はい、これも D ランクですね。 D ランク、はい、はい、D ランクまだ上があるわけでしょ。行きます、行ってみましょう。これそしてね、これって何なのか、これはこれはあのレンタル商品持ってきたり、お食事運んだり、そちらに置いてお客様と会わずにっていう。だって、あ、そこ閉まってて、ここが閉まってて、でショップ台ですね。え、こういうわけだ、これ2段でね、2段です、はい、あ、たくさん頼んでも大丈夫、下から上がってきたピンポンでここに置いて注文したね、会わなくてもいいよ。はい、そうです。下から上がったら大変だからね、はい、あらすごいわ、これちょっとあれですね。あ、なんか石が使ってありますよ。あ、いや、プールです。ここが小さいプールか。見覚えがありますね、あのアヒル。アヒルは変わってないですね、全然、アヒルは。はい、あ、な俺、でもこのこういうこじんまりした部屋もいいね。いや、こじんまりというか、まあ、プールがあるからね。いや、だからプールとこの部屋とね。あ、うわぁ、またこれやっぱうまいこと考えるね。裸で。プールの部屋もやっぱ人気あるんですか。プールはすぐ埋まります。あ、そう、あ、すぐ埋まる。あのこのタイプのお部屋が残り、別に全部これ合わせて3つ、プールの何部屋が3つもあるの、これ合わせて3つで、一番大きいプールの部屋が1つ、全部で4つ。あ、4つもあるの。そうなんです、大体プールはめがけて来られるので、お客様がすぐ埋まります。もちろん温泉ですよね。そうです、温水プールです。いや、めっちゃいいじゃないですか。温水だ、はい、あ、温水だね。で、ここで裸で語っちゃってね、こうやってね、はい、こうビール飲みながらとかね、はい、背泳ぎとか言って出ちゃって出ちゃって、バタバタバタぐらいあの、多分いい温度に温水になってますね、これね、はい、はい、あ、暑いですね、中これやっぱちょっと暖房つけちゃうんですよね。そこの温度調整もね、もういいよね、すぐ埋まっちゃうそうですね。お金かかってるね、これは、ね、かかってますよね、すごい、はい、じゃあここで、まあ、一応今日紹介するこのプール付きのホテルが一番、プール付きのホテルでも一番、これでも小さい部屋と。そうです、そうです、うん、大きい部屋だ、ただ上があるもんね。なるほど、ね、25メートルぐらいあるんだ本気で、本気で水泳タイマー、タイマーがゴージャスですね。ゴージャスですね、もっと。そしてこの部屋が1泊がいくらですか。19,990。さっき一緒だ、一緒です、はい、え、だったらこっちの方がお得感ありますけど、ただ向こうのがああいうちょっと、いや、これは2人で現実的に泊まって遊べれる空間で、はい、向こうは意外に大勢で現実的に使えれる空間がいけるんじゃないの。そうだね、そこは分けてあるんだよね。お値段一緒だったらこれはこれで面白い選択肢だけど、でもランク的には D ランクだね、はい、うん、これでも泊まったら子供が喜ぶね、やっぱね。そうそうそう、ね、子供がね、子供が喜んじゃうな。だって本当に2歳3歳でもこれぐらいだったら全然遊ばせれます、ね、そうだわな。俺だったらこうやってこうやっておって、うん、こうやって見とるわけ、はい、で目と目があったらこうなるわけそう、覗いてる感じそっち系ですね。他にも様々な部屋があり、低価格で提供、時間に追われることなくゆっくりくつろげるのがホテルミラージュの特徴です。その他、メンバーズ会員になるとさまざまな特権がついてきます。ビジネスでもよし、旅行でもよし、ホテルミラージュぜひ来てくださいね。